こんにちは。こんにちは。追い込み坂から畑宿、つまり江戸東京方向に進みます。え、こう行って行かれた方が、こっちも行きますけどね。ありがとうございます。はい。交通量の多い県道には歩道があり、ハイキングではこの歩道を歩きます。しばらく進むと階段があります。順路ではこれを登ります。本来は県道の道が急登街道で、そこを歩くとあまりにも危険ということで、この歩道が作られたのでしょう。右下にはヘアピンカーブ、車が悲鳴を上げて曲がっています。ショートカットをするように下っていくと、その県道を横断する地点に着きました。危険な場所ですので注意を払って渡ります。渡り切ったところに猿滑り坂のバス停があります。この場所でサイクリングの青年にお話をお伺いしました。こんにちは。こんにちは。どちらがお越しなんですか？東京です。東京、はい、自転車でこちらへ。はい、そうです。どちらに向かわれるんですか？名古屋まで。おお、そうなんですか。はい。伊豆東京出発されたんですか？昨日。昨日、はい。
とだいぶかかりますね、この道は。そうですよね。こう上がってきた感想はどうですか。いやもうきつい、死にそうですよ。まだちょっと続くと思いますけど。そうですよね、気合いですね、もう気合。この道は初めてですか。初めてですね。蓮子君、自転車で回られてるんですか、結構。いやもう今回初めてで。というと大学生ですか。大学生です、ね、何年生ですか。今4年生です、ね。いいですね、はい、こういう時でなかったらなかなか経験できないし。そうですか。で最終的に名古屋まで行かれて、はい、今日はどちらでお泊まりになるんですかね。今日はもうここから流れですね、もう。流れで、はい、そうですか、はい、ちょっと足を止めさせていただいて急いでんのにすいません。ありがとうございます。この坂を自転車で登るのは大変です。石垣さん、お気をつけてください。さて、いよいよここからが急東海道、箱根急街道の一番厳しい工程に入ります。と言っても私は下りですので楽ちんです。逆からは非常に厳しい上り坂です。ここからは美しい石畳が残る坂です。しばらく進むと左手に猿滑り坂の石碑が現れます。案内板には、誠に危険、猿といえどもたやすく登りえず、よりてなとするとあります。猿も木からではなく坂から滑るらしい。面白い名前です。